浜岩先生です。今日ですね、11月1日ですかね。ですね、新潟県西蒲原郡弥彦村のね、村長の方にね、ちょっとお願いして、役場の方から村長の方にお願いしてですね、私がね、建てた弥彦の大鳥居ですね、とか、創業した弥彦競輪場ですね。私、弥彦競輪場の創業者なんですね。で、本籍も新潟県西蒲原郡弥彦村でございましてね。で、じいさんもね、村長やってたんですけども、そんなことでね。で、私のね、学校にね、お貸ししておりますね、駐車場の土地の権利を持ってましてね。で、役所の方にお願いしてまして。で、一応私の言い分の方はね、お売りし買っていただけないかということで、役所の方にお願いして、今村長の方の方にね、また相談ということでね、弥彦村のね、村長の方にお願いしておりましてね。第一の感じで、私が言ってたのに対しての価格から2割ぐらいね、ちょっと下あたりで、それでも大変な額になるんで、そこの間を取ってね、私が最初に言った売り値の値段のね、から10%ぐらいまた再度打ち合わせ、今日朝電話いたしまして、相談ということで、弥彦村をね、村長の方にまたご相談していただけるということでね。で、2割引き、私の要求というかね、完全ではなくて、それからということで、落ちてもしょうがないということで、一応私はそういう価格でね、お売りできないでしょうかということでお願いしてまして、1ヶ月ぐらい前ですかね。で、で、その真ん中をね、ちょうど見てね、1割ぐらい下げた値段でね、最初に私が言った。で、これでもう十分だと私は思うんですけども、さあ、価格的にね、どこも厳しいところで、今ちょっと展望してる土地が値段が上がってるという時だけで、他も全然不景気なんですけど、私のところの土地だけは上がってるので、めちゃめちゃにね。で、一時かもしれないんでね、価格の方がこういう値段でね、買っていただくというのでね、いいとは思うんですね。で、場合によってはこの4倍ぐらいの値段になりますから、4倍ぐらいの価格でね、売れるかもしれないんでね。で、現状その高くなってきちゃってるということでね。で、しかし、私の方で、異様でね、必要だということで、
1割ね、村の方では2割と、役所の方では2割引き、私の言うのから2割引きよりちょっといいぐらいですかね。で、あと、まあその真ん中を取って1割引きですね、私の言う評価ですね。いろいろ調べてもらったんですね、評価価格で。まあそういう値段だよということなんですけども、ね、その真ん中を取っていただけないかということでお願いしてまして、で、売れれば今年中にね、買っていただき、役所の方に土地を買っていただきたいというようなことに変わりまして、ちょっと私それはね、今日はね、去年、来年ぐらいの1月、2月ぐらいと考えて言ってたんですけどね、税金の関係で今年はちょっと収入があるんで一緒に入れといておかないとね、来年収入が なかった、少なかった時にと考えると税金の持ち方で、だいぶ違ってくるということだね。今年中の方がいいんじゃないかと、一緒にね、収入があるときにね、ちょっと今年に収入があって、で、というお話もいたしましてね、役所の方にね。で、大事なね、土地のちょっと駐車場で家賃をね、国から私の土地のね、収入として私の方に 役所から送ってもらってるんですけれども、これを手放すということでね、私がね。で、その土地の